アイギーナの画家フェルディナント・ボルサク、ゼウスの到着を待つアイギーナ。毎人間博物館所蔵。アイギーナ島。アイギーナはゼウスによってこの島に連れ去られた。アイギーナは、ギリシア神話の女性である。長母院を省略してアイギナとも表記する。アイギナ等の名の由来とされる。アイギーナは、家臣、アーソーポストメトペーの娘の一人で、ピンダロスによれば、テイベート双子の姉妹。 アースオポスの末の娘である。ゼウスとの間にアイアコスをアクトールとの間にメノイティオスを生んだ。アイギーナはゼウスにさらわれ、プリウスから追いのおね島に連れ去られた。父アースオポスはアイギーナを探してコリントスを訪れ、シーシュポスからアイギーナの居場所を聞き出して後を追いかけた。しかしゼウスは雷を投げつけてアースオポスを追い払った。アイギーナは オイノおネえ島で、ゼウスに愛され、アイアコスを生んだ。そこでオイノおネえ島は、アイギーナ島と呼ばれるようになった。オイディウスによればアイアコスが、母の名にちなんでアイギーナ島と呼んだという。アイギーナ島は、無人の島だったが、ゼウスは、アイアコスのためにアリを人間に変えて住まわせた。これが、ミュルミドーン人だとされる。 別の説によると、嫉妬したヘーラーがアイギーナ島に薬病をもたらした、あるいはヘーラーが水中に放った毒蛇の毒が流れたために、島の住人が滅びかけた。このためアイアーコスはゼウスに祈り、ゼウスはアリを人間に変えたという。アイギーナの子供のうちアイアーコスは経験な人物として知られ、死後も冥府で敬われ、冥府の鍵を預けられている。冥府の裁判官になったとも言われる。 また、メノイティオスは、アルゴナウ隊に参加し、パトロクロスの父となった。ありがとうございます。